また仙台市内では不審な電話がないまま急に自宅を訪問してきた犯人にキャッシュカードを盗まれる窃盗事件が連日発生していますおととい午後4時ごろ警察官を装った男が青葉区の80代の女性宅を訪れあなたの口座が事件に使われている可能性があるなどと嘘を言いキャッシュカードを封筒に入れ割引をして保管するよう求めました男は、 割引をした封筒を女性に渡して帰りましたが昨日になって女性の口座から現金150万円が引き出されていたことが金融機関からの連絡で分かりました男は女性が印鑑を取りに部屋に戻った隙に封筒の中のキャッシュカードをあらかじめ用意していた別のカードにすり替えて盗んだと見られますこの前日にも青幕と泉区で いずれも80代の女性が同様の被害に遭っています警察によりますと犯人グループは従来前もって電話をかけ住民を信じ込ませた後に訪問してきますがこうした突然訪問型が今年に入って東海地方や北関東で目立ち始めていて県内ではまだ3件のみと新しい手口です警察では突然訪問型は住民との間でトラブルが起きやすく 被害を加えられる可能性もあるとして、刺激しないように応対するなど、十分注意するよう呼びかけています。